制度もありますし。岡山県倉敷市児島、瀬戸大橋を望むこの漁業の町で少年は生まれた。記憶の中に温かい母親のぬくもりは存在しない。1歳の時両親が離婚、父親の男手一つで育てられたからである。生活は苦しかった。海が好きだった。毎日のように海に潜り魚を取った。海は母親のようにいつも優しく少年を包んでくれた。父親と二人きりの生活、寂しくはなかった。5歳の時父親が買ってくれたボクシングのグローブ、これが少年とボクシングとの出会いである。毎日父親にボクシングを習うのが何より楽しかった。しかし尊敬する父親は若い頃の苦労がたたり、今は病気療養中である。中学時代手のつけられないワルだった。喧嘩に明け暮れる毎日、悪いことは何でもやった。そんな少年をただ一人理解してくれたのは担任の与田先生だった。お前にはボクシングしかない。先生は卒業と同時に少年を大阪帝拳ジムへ入門させる。父親と離れたった一人の大阪、サウナでアルバイトをしながらジム通いの生活が続く。連日続く厳しい練習、16歳の少年は孤独と不安、そして飢えにじっと耐えた。アマチュアで17歳4ヶ月という日本最年少記録で全日本社会人バンタム級チャンピオンとなった少年は、待ちに待ったプロデビュー戦を迎える。そしてこの試合、圧倒的な強さで KO 勝ちを収めた少年は、その後2年わずか7戦の間に世界タイトル挑戦へと駆け上っていった。親父が常に言ってきた言葉が、もう何でもやったら一番になれることです。だから誰もやってないことみたいですね。一番いうのは一人だから。左左か右、ナイスパンチ、ワンツー、ナイスパンチ、ダウン、たまらずダウン、一発で仕留めました。さあ赤コーナーに追い込んだ。お互い打ち返すが力がない。初吉、とどめは右、勝吉の左、ナイスボディ、左、そして右のストレート顔面、さあロープに座った、ナイスボディ、ダウンか、ダウン、ダウン、ダウン、順カーディナルダウン、そして右、ナイス、あ、聞いてますよ、聞いてますよ、あ、聞いてます、聞いてます、あなたダウンを取りたい、ダウンを取りたい、勝吉、右、ナイスカウンター、さあこのラウンドはいいぞ。今まで世間に認められたことがなかったですからね。でボクシングやって初めて人からね、認められたり、なんかもうすごい印象的だったので、まあ第一世界チャンピオンになりたいですからね。世界チャンピオンになって親父をね、楽させてやろうかなと。彼の名は辰吉丈一郎。全てが満たされている世の中で、環境的にも精神的にもハングリーな生い立ちを持っているボクサーです。辰吉君と会って、ボクシングをして初めて世間が自分を認めてくれたという言葉を聞いた時に、辰吉君らしさを感じました。今日辰吉君が勝てばプロ8戦目で世界タイトル獲得という日本最短記録を作るわけですが、僕は記録よりもいつまでもファンの記憶に残る、そんなエキサイティングなボクシングをして勝ってもらいたい。なにわの城が世界の城に羽ばたく瞬間、この上でしっかりと見届けたいと思います。
この放送は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王明治製菓、キヤノン遺跡納期大塚製薬、スポーツ SSK トヨタ自動車、日清食品、 ANA 全日空、木桜酒造、武田薬品と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボンジョールの明治ティラミス、ボンジョールの好きさ、どんな時でもボンジョール、滑らかで軽い口当たり、本場マスカルポーネチーズと明治のチョコレートが出会いました。本物ここにあり、ブラボー、明治ティラミスチョコレート新発売、トリオでよろしく。太陽の吐息で焼けつく浜辺、すれ違う瞬間にハートに火花、君と僕はきっと素敵な友達になれる。乾いた好奇心に水をあげよう。水分 100% フロンティア5シリーズ。ジャスト、ジャストにしたらいつもと同じように洗ってるだけなのに、なんだかちょっと違う。襟や袖口がいつもより綺麗になってる。うん、普通に洗っただけでこれだけ落ちれば嬉しいですね。ジャストは木綿はもちろん、棍棒に染み付いた油汚れまで溶かして落とします。泡立ちが少ないからすすぎも早い。これも嬉しいですね。襟、袖の汚れに強いジャスト、花王から新発売。晴朗なる天候に恵まれたここ鴨川運動場で、このほど来日した本場米国婦人野球団とそれを迎え撃つ日本婦人野球団との初の国際試合が行われました。開始直後から下位打候補ビギの応酬で白熱の甲子合となり、駆けつけた遠来の見物客も日頃しとやかな大和なでしこの一等一打に。野球をするなら SSK。 満員の森口市民体育館です。挑戦者の辰吉丈一郎は今年ここ森口市に新しい住まいを構えました。そして今晩辰吉が目指します世界バンタム級のタイトルは1890年に始まりました。以来101年です。でこの間に日本からは2人の世界バンタム級チャンピオンが生まれております。そのうちの1人、今晩解説をお願いいたします。ファイティング原田さんです。どうもよろしくお願いします。26年前に黄金のバンタムと言われました、はい、ブラジルのエデル・ジョフレを破ってフライ級に次いで2階級制覇、はい、いよいよ今日ですね、3人目の後輩が誕生するかどうかということなんですが、ぜひ辰吉君ですね、はい、期待してるんですよ、うん、またこのバンタム級というのは非常に世界でもね、はい、強豪いますからね、でも僕は今日頑張ってくれるんじゃないかと思いますけどね、はい、非常に楽しみです、はい、でもう一人解説をお願いします。元世界ジュニアウェルター級チャンピオンの浜田剛さんです。よろしくお願いします。浜田さん、はい、辰吉は今年に入って2月と5月、はい、2度世界ランカーと対戦しました、はい、今日はそれがいい薬になってるでしょうね。そうですね、精神的に相当、世界チャンピオンとするには大変いい経験になってると思います。はい、さあこの辰吉の挑戦を受けます WBC 世界バンタム級チャンピオン、グレグ・リチャードソンは34歳です。来日以来の落ち着きは実に不気味でした。260勝のアマチュアの戦績を勲章に25歳でプロデビューを果たしております。そして今年の2月、プロデビュー9年、32戦目にして世界タイトル獲得に成功しました。その試合がこれです。ラウル・ペレスを相手にいたしまして、大方の予想を覆すリチャードソンの完勝でした。でその後5月に初防衛に成功して、いよいよ2度目の防衛戦のために9月の9日大阪国際空港に到着したのがこのグレグ・リチャードソンです。日本は初めてです。ファイティング原田さん、はい、アマプロ通じて300戦余りというキャリアからね、はい、やはり老快なボクサーという姿が浮かび上がってくるんですが、そうですね、プロもやっぱりアマチュア長いですからね、はい、非常に成功なボクシングだと思うんですよ、こういう成功法のボクシングっていうのはやはり一つ崩れると早いと思うんですよね。そういう意味で辰吉君どこまでね追い上げられるかですね、ファイターになりきれるかということじゃないですかね。はい、インタビューです。
from what I understand, he's trying to break some type of record, but he picked the wrong person to try with. He should wait his time out and get experience, but I took it.まあ、もっと経験を積んでから来いよということなんですけれども、濱田さん、はい、どちらかというと辰吉というのはスロースターターでしたね、はい、これまでは。そうですね、今日はそれは許されないでしょうね。そうですね、辰吉というのは勘がいい選手ですから、紙一重で避けて打つタイプなんですけど、今日はそうじゃなくて自分から踏み込みを早くすることですね、うん、それがやはりタイトル獲得につながると。そうです、相手をロープに詰めることですね、はい、さあこの両選手が間もなく入場してまいります。世界タイトル初挑戦のリングに向かう WBC バンタム級6位大阪帝拳辰吉丈一郎21歳です。ご覧のようにきらびやかなコスチュームが包む鍛え上げた肉体、その胸の奥に実は一つの決意を秘めています。彼は幼い頃、父親久米寺さんの男手一つで育てられました。彼にボクシングの手ほどきをしたのも久米寺さんです。体を壊した久米寺さんはアルバイトをして息子丈一郎の成長を願い続けました。息子にひもじい思いをさせてはいけないと自分は何も口にしないこともしばしばでした。そんな父親が台所で倒れている姿を何度も目にした息子丈一郎は、いつか親父に恩返しをしなければと子供心に誓いました。ハングリー精神とは無縁になったと言われ続けて久しいボクシング界、辰吉も金物といった面では十分に満たされています。ただ一つ彼の心の中にぽっかり空いているもの、それが彼の唯一の上であるとしたら、それは父久米寺さんへの恩返しがまだ済んでいないということです。きらめく青いスタンコールが似合うこの姿からは想像もつかないハングリー精神を心に秘めて、今世界タイトル獲得を目指します。来週末の赤コーナーよりチャンピオン西山選手入場でございます。34歳での世界バンタム級タイトル奪取は史上最年長です。2度目の防衛戦を初めての日本のリングで迎えます。アメリカ合衆国オハイオ州ヤングスタウンで生まれて、今も市内のジムで練習を続けています。オハイオ州といいますと、去年2月東京ドームであのマイク・タイソンをナックアウトし、統一世界ヘビー級チャンピオンになったジェームズ・バスター・ダグラスの出身地でもあります。あの時はびっくりして、でも勝利に酔いしれたのはダグラスのふるさとコロンバスだけ。ヤングスタウンはいつもと変わりなかったよと当時を振り返るリチャードさん、むしろダグラスの逆転勝利にボクシングの怖さを思い知らされたといいます。辰吉がわずか7戦のキャリアで挑戦してくるのを見て、常識では考えられない、自分には負ける要素は見当たらないと勝利を確信しているリチャードさんですが、一方ではまた辰吉にダグラスの奇跡が起こらないという保証はないと、この防衛に向けて気持ちを引き締めております。WBC バンタム級チャンピオン34歳のグレグ・リチャードソン、今2度目の防衛戦のリングに一歩踏み入れました。さあ辰吉丈一郎、日本ボクシング史上最も早いデビュー8戦目で世界タイトル獲得なるか。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦大阪森口市民体育館からお送りしております。ああ大きな愛になりたい。カローラが随分広くなりました。いくつもの新しい安全を身につけました。家族のためのビッグ&セーフティー、大きな愛のようなカローラです。シアル誕生。シアルは明日を呼ぶ風、シアルは夢の歌、シアルとなら It will be alright、 シアル奇跡、シアル for you。 トラクターの新しい形、ハイ&ロー、シアル for you。
桜ヤマハイ仕込み。手間暇かけて自然の力でゆっくり種母を育てました。うまさに幅がある。日桜ヤマハイ仕込み、近日発売。取って取られて心が嬉しい、恥ずかしい、今日も誰かの腕の中、ピンと合わせりゃ誰にも負けず、安子とオートボーイズ。さあ、それではここで両選手の体格などを比較してみましょう。年齢は34歳と21歳、その差13年です。身長で 4.3 センチ低い辰吉がリーチでは逆に4センチ上回っております。それから脅威も辰吉が 13.5 センチと大幅に上回っています。ウエイトは117ポンドで上がりたいと言っていたチャンピオンが116ポンドとそれを下回りました。そして辰吉は117ポンド4分の1 53.2 キロです。さあ、それでは両選手の控え室での表情などをここで伝えてもらいます。チャンピオンコーナー、日本テレビの船越アナウンサー。はい、タイトルマッチを控え、これほどまでに落ち着いていたボクサーはかつていたでしょうか。ベストマン・トゥ・ウィン、自分は勝つために一番適した人間である、これを繰り返し祈ったそうです。そして最後になんと辰吉君がこの試合で大きな怪我をしないように、ボクシング人生が疲れることのないように祈ったとも告げ加えました。恐ろしいほどに、憎らしいほどに落ち着いているチャンピオン陣営、かつて生まれてこの方緊張したことはないと断言しています。さあ、来日以来日に日に自信を深めているように見えますこのチャンピオンです。さあ、一方挑戦者コーナー、読売テレビの一丁田アナウンサーお願いします。はい、ついにその日がやってきたんやね、こういうふうに控え室に入って辰吉良一郎はつぶやきました。わずか8戦目での世界挑戦でも彼の胸にはいろいろな思いがよぎったに違いありません。仕上がりは 100%、 これは陣営の全員が口を揃えて言い切ります、はい、やり残したことは何もないとも言い切りました。あとは自分の力を信じてチャンピオンを倒すだけです。はい、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、まもなくゴングです。人と同じ夢は嫌。パックより自由なあなただけの旅、 ANA's ヨーロッパ、ヒューマン。マツウェルドンレイザーニー。我々はセントアンドリュースで70年間戦ってきた。伝統だけじゃない、テクノロジーだけじゃない、ジョン・レターゴルフクラブ、スコットランドから。 SSK僕の朝はサクセス。薬効成分生薬センブリエキスとビタミン E が地肌にスーッと染み込んで血行促進、抜け毛を防ぎます。爽やかにトニックで育毛、髪と地肌にサクセス。薬用育毛トニック。でよろしく。両国国家の吹奏でございます。森口市民体育館で行われる世界タイトルマッチはこれが4度目です。最初にアメリカ国国家、続きまして日本国国家、決め合いでございます。
ゲストの掛布さん、はい、リングに上がった辰吉の表情をご覧になっていかがですか。そうですね、怖いぐらいの緊張感を感じるんですが、比較的何かこう自分のリズムでねリングに上がったんじゃないかなという感じがしてほっとしてるんですけど。あ、そうですか、はいはい。さてリング上ではコミッショナー宣言です。小坂誠日本ボクシングコミッションコミッショナーです。この試合は WBC 世界ボクシング評議会のルールに従って行われます。グローブがメキシコ製の8オンスブルーです。そして採点は10点砲、可能な限りラウンドごとに優劣をつけます。レフェリーは採点に加わりませんが、試合の続行を不可能と判断するのはレフェリーです。その判断がない限り試合は続けられます。いわゆるフリーノックダウン制です。そして偶然のバッティングによって試合続行不可能となった場合は3ラウンドまでは引き分け、4ラウンド以降はそれまでの採点によって勝敗が決まります。コミッショナー宣言が終わりました。さてこの試合の立ち会い人はアルゼンチンからフリオ・エルネスト・ビア WBC ランキング委員が受け持っております。これからジャッジそしてレフェリーの紹介です。ジャッジはいずれもアメリカです。それではより本日のメインイベント WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー世界バンタム級チャンピオン116パウンドアメリカグレグ・リチャードソン。調印式のサインは左手で行いました。本来左引きのチャンピオン、多彩な左そして速いワンツーが脅威です。僕は倒すことしか頭に入れていないという辰吉、1ラウンドのゴングが鳴ったとき果たして何を仕掛けてくるでしょうか。ジャッジはヘンリー・エレスプール66歳です。ジェームズ・ジェンキン55歳、浜田さんの試合のジャッジを務めています。そしてダルビー・シェリー同じくアメリカです。これがジェームズ・ジェンキンです。これがダルビー・シェリーアメリカです。そしてレフェリーがアメリカニューヨークからトニー・ペレス56歳です。さあ注目の第1ラウンド、今ゴングが鳴らされました。畑中清が6月14日にジュニアフェザー級のタイトルを失って現在世界チャンピオン不在です。日本のボクシング界3ヶ月ぶりに再び世界タイトルをこの辰吉丈一郎が取り戻すか。左のジャブで先制、これを合わせます。グレッグ・リチャードソンチャンピオン、険しい表情になりました。早くもリチャードソンの表情が険しくなった。辰吉は今の攻めようとする気持ちはいいですよ。積極的でいいですか。いいですよ、はい。そして攻めるときにもっと強引に踏み込むことですね、はい。同じように白いトランクス、ブルーのラインが入っておりますが、辰吉の方にはスパンコールが縫い付けてあります。キラキラ輝いている右側辰吉、そして向こう側ブルーのラインが比較的落ち着いて見えるのがオハイオ州ヤングスタウン出身、ベルトのところにワイタウンと縫い取りがありますが、ヤングスタウン出身のグレッグ・リチャードソン、今日が2度目の防衛戦です。辰吉は世界タイトルはこれが初挑戦、しかもキャリア8戦目にして世界タイトル挑戦です。まあ、辰吉は一発目で届かないとか、もう一発踏み込むことですね、はい。ファイティング原田さん、はい、今の浜田さんのお話のようにこの試合はやはり距離が一つの大きなポイントになりそうですね。そうですね、だからいかにしてね、はい、来て入っていかれるかというんですけど、はい、今日1回目が辰吉出てます、いいですね、はい。ただあのチャンピオンの左がですね、下がったり下がるんですよね、あれをですね、はい、辰吉君にクロスでも当たったら面白いと思いますよ、はい。アープしたら引く、左が多彩です。チャンピオン左のジャブです。ただ打ち終わったときは怖いですね、ところ抜け目ないですからね、はい、やっぱりね、まあ、辰吉は気が強いんで打たれた後はもう一度打ってみるという感じでガード下げる癖があるんですね、はい。辰吉の右の目の下のあたりちょっと薄く赤く腫れてまいりました。しかしまだ腫れてはいません、赤くなってまいりました。このグレグ・リチャードソンの左をもらっています。しかし辰吉には一発があります。大久保トレーナーも破壊力では絶対に辰吉が上だ、捕まえればこっちのものと言っています。リチャードソンはこういうボクシングをこれまで絶えずしてまいりました。
立吉はこの追い方ともう一つローブに詰める追い方ですね、はい、そうするといいですよ。プレッシャーをかけます。立吉上一郎挑戦者、29勝して4つの KO 勝ちしかありません。背中を見せているチャンピオンのグレグ・リチャードソン、まあこの KO 率の低さといいましょうかね、ファイティング原田さん、はい、そのあたりがやはり老快さといいましょうか、うまくポイントを稼ぐボクシングということになるんでしょうが、はい、もちろんそうですね、非常にやっぱりうまいと思いますね。でもこういう選手はですね、逆に崩れると怖いね、いや楽なんですよね、一つリズムが崩れると、そう崩れると、はい、そうですね、だからそういう意味では辰吉君いい攻めしてるんじゃないかと思うんですよ、はい、心配された辰吉、あの10日前から1週間前あたりの何かこううつろな表情、疲れが見えていた表情は全く消え去りました。元気いっぱいでリングに登場しております。左を合わせましたグレグ・リチャードソン。さあ第1ラウンドは10対10の互角です。差が出ません。あおあんた今私の死に触ったやろ、エッチエッチ、痴漢系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  No No 違う、よし人生ボイボイ、アリナミン V ドリンク武田大丈夫。さあそれではチャンピオンのうるさい左をちょっとご覧いただきましょう。このフック、そして突き出してくる左のストレートもあります。浜田剛さん、はい、練習をご覧になったあの左はどうでしょうか、うるさいですか、あの左は思った以上に伸びてきます、伸びてきます、はい、ですから辰吉も噛んで避けようとばっかり思わなくて、もうちょいガードを上げることですね。なるほど。それとスパーリングパートナーを務めた徳島選手の話ですと、あのチャンピオンの左から右につなぐその右が速くて見えなかったということを言っております。今のところまだワンツーは見せておりません。チャンピオンのリチャードソン、チャンピオンが足を使います。辰吉は今の強引さでいいですよ、これでいいんですね、この強引さでいいです、強引に押していく、強引でいいです、はい、左を合わせますチャンピオン。おっと右から左、まあリチャードソンパンチないない言われてもノックアウトを狙ってないだけで当たればあるんですよね。そうですね、ですから辰吉不用意に打たしちゃいかんです、はい、連打も怖いんです。回転の速い連打も見せました。来日以来のスパーリングです。チャンピオンのリチャードソン、辰吉はとにかく相手のボディを狙って相手の足を止めたいということを大久保トレーナーが言っておりました。260勝15敗というアマチュアのキャリア、そしてこのプロに入りましてから33戦しているグレグ・リチャードソン、対しまして辰吉はこれまで7戦して6勝1引き分けであります。まだ負けがありません。このところの2戦、今年に入って2月と5月には世界ランカーと対戦していずれも判定でした。いやー堂々とやってます辰吉、こんな大きい舞台で大したもんですね辰吉は。はい、挑戦者はこれじゃなきゃいけないですよね。そうですね、本当にそうです、はい、自分の持っている力を一生懸命に出したらいいですよ。あっと、チャンスです。竹内の左、これは効いたぞ、今の左いいですよ、足がもつれた、チャンピオン。さあここでどういう風に見ていくか、挑戦者の竹内、左、速い左が当たっている、この左、リチャードソンのステップバックがちょっと乱れました。さあ原田さん、はい、辰吉は今の左が2つ入りました、そうですね、ここはどうでしょう、攻めた方がいいですか。いいですよ、そうですね、今攻めですね、攻めですか、1発打って2発3発打ったらいいですよね。もしさあここでリチャードソンがまたポイントを取りに来ます、はい、左でポイントを取りに来ます。辰吉はこれをかいくぐっていきたい。僕は高瀬さんの右クロスだったらいいと思うんですけどね、右のクロス、相手の左が下がるから、チャンピオンして下がりますからね、はい、このボディーブローです。ナイスボディ、これ もう一歩し、はい、やりたいですね、このボディーブローで、これでいいでしょ、パートナーの肋骨を折りました。強烈な右のフックです。さああと15秒です。第2ラウンド、辰吉の先ほどの左をジャッジの3人は果たして取るでしょうか。辰吉の左、左、防戦一方チャンピオン。このラウンドは10対10か。ANA
56便ホノルル行きはご搭乗の準備。全日空名古屋からホノルルへ。ぜひあなたと全日空のハワイです。さあ辰吉第2ラウンドに見せたこの左のフックです。距離の差を感じさせません。やはりリーチの長いことがこの辺りに有利に出ております。挑戦者の辰吉丈一郎、今のラウンドは、原田さんは10対9と辰吉ですね、はい、やはりあの左を有効に見ました、そうですね、ボディブローも良かったと思いますよ、浜田さんは10対10の互角、はい、やはり終盤のリチャードさんの巻き返しですか。そうです、はい、それとあの左はジャッジ取ってるんじゃないかなと思うんですよね。ジャッジがね、はい、はい、芦澤さん、はい、チャンピオン陣営ではね、もっと左を多く使え、左だけでもいいという話ですね、はい、あの物静かなチャリティートレーナーが一言、He is good、 彼は予想よりもはるかにいい、辰吉のことを言っています。辰吉を褒めてるんですか。はい、はチャンピオンコーナーは船越アナウンサーです。芦田さん、はい、挑戦者サイドですけどね、1ラウンドは1発2発の後を行け、そして大きいのから行くなと言っていたんですが、今はもうひっついたら下から、とにかくすごく腹だけでいい、顔は狙うなと言ってます。あ、ボディを狙えと言ってますか。挑戦者陣営は一丁田アナウンサーのリポートです。ボディ攻撃を徹底しろという挑戦者サイドからのアドバイスが送られております。これはいいですね。いいですか、はい、足を止めて、はい、そうするともっと、右のクロスがですね、生きてくると思うんですよね、はい、うん、チャンピオン当たると思いますよ、はい、それと浜田剛さん、はい、大久保トレーナーはですね、はい、もし辰吉が打っていけば、はい、相手は打ち合いに応じてくれるんで、それだけ隙が相手に出てくるんじゃないかということを言ってるんですが、そうですね、あの打ち合いに巻き込めばいいです、はい、で巻き込むまでが厄介なんですね。まだ今のところ打ち合いには応じてない。まだ応じてないです、はい、しかし右のボディーブローが先ほど一発入っています。ただリチャードソンもペースはまだまだ取れてないですよ。取れてない、取れてないです、はい、崩してますね、はい、今のところ、はい、リチャードソンも辰吉のパンチの強さにちょっと戸惑ってるんじゃないですか。そうかもしれませんね。今度は辰吉の左のボディブローです。立ち上がりはこの左がよく生きていました。グレッグ・リチャードソンチャンピオン、しかし第2ラウンドに入りまして辰吉の左が生きてまいりました。逆に辰吉が攻めています、プレッシャーをかけています。足を使うしかありません。チャンピオン手が出ません。ボディブロー、このボディは後半行きも効いてきますよ。そうですね、効きます。狙い通りのボディブローがうまく出ています。挑戦者の辰吉丈一郎、そもそも5歳の時に手ほどきを受けたお父さん、久美さんからのボクシングはお父さんの自己流でした。そして中学を卒業して味の中学の与田慎吾先生の勧めで大阪帝拳ジムに入りました辰吉丈一郎。そこでまずアマチュアのボクシングをしました。17歳の4ヶ月で社会人のチャンピオンにもなりました。残念ながらオリンピックの代表になるその候補を決める大会では敗れました。そしてその1年後プロにデビューしております辰吉、今日が8戦目、7戦してまだ負けがありません。終始こうして攻めていきます。相手に威圧感を与えます。ただ辰吉この左は避けたいですね、はい、ジャッジが取ると思いますよ、そうですね、はい、不用意にもらってはいけません。 あまり効かないと自分では思っていても、思っていてもジャッジは取ると思います、はい、ポイントとすると思います。それがこのテンポイントマストシステムという、少しでも差があれば1ポイントの差をつけてしまいます。10対9と辰吉が取りました。原田さん、銀に込み銀に込み銀に込み丁寧仕込みは喉越しうまい銀仕込み、銀仕込み銀仕込み、いただきます。銀仕込み銀仕込み、丁寧仕込みは喉越しうまい銀仕込み。大久保トレーナーの指示を受けます。マンツーマンでこの2人がやってきました。辰吉丈一郎がじっとそれに引き込んで、そしてうなずいています。第1ラウンドに右の目の下がちょっと赤くなりましたが、もう心配がありません。切れてはいません、腫れてもいません。さあ試合は第4ラウンドに入ります。ここまでのところ放送席浜田さんはまだ差をつけていません。ファイティング原田さんは2ポイント右側の辰吉にリードを与えています。あのグレグ・リチャードソンの迎え撃つ左をどのくらいジャッジが判定しているか、これもちょっと気になります。
これです。チャンピオン側はこの左で取ってると思ってるかもしれないですよね。ああそうですか、はい、だから無理をするなということになるんでしょうね。ですから左一本でやっておけという意味ですよね、はい、全くその通りでね、この左でポイントを稼いでいると陣営は読んでいますね。ああそうですか。辰吉低い姿勢から、今日のアテリーはアメリカニューヨークマジソンスクエアガーデンを本拠地にしております56歳のトニー・ペレスさん、アリー・フレージャー戦、さらには最近では日本で大橋ロペス戦のレフェリングを務めておりまして72戦、今回が73戦目のレフェリーです。あー右のフック、リチャードソンがまたちょっと息を吹き返したか。このラウンド構成です。グレグ・リチャードソン左のフック、左のジャブ。辰吉今攻めいいんですけど、もう一押し踏み込むスピード欲しいですね、はい、そうするとチャンピオンのタイミング狂うはずですから、うん、左のジャブです。あのジャブも当たってますからね、あのジャブをすり足で追ってですね、ボデナやゴナリ、はい、さあここでロープ伝いに入れ、足を止めたい辰吉、右から攻めたい辰吉、リチャードさんバランスが崩した、バランスが崩れた、しかし冷静です、冷静です、表情は険しくはなっておりますが冷静です。チャンピオン、この辺はチャンピオンいろんな経験やってるんですよね、はい、辰吉さん、さあここで攻めたい辰吉、そうですね、コンビネーション欲しいですね、欲しいですね、はい、印象を良くしたい辰吉、相手が打ってきたところがやっぱりチャンスですからね、はい、あ、なんかボディブロー、あ、今のボディです、ボディです、さあ辰吉一発の破壊力は辰吉、手数ではグレッグ・リチャードソン、手数ではリチャードソンが上回っています。しかしやはりファイティング原田さん、はい、辰吉はですね、リチャードソンのパンチはあまり効かないというふうに見てるみたいですね。そうですね、非常にそれはありますよ、自信持ってますから、はいはい、だからああいう格好して入っていけると思います、はい、さあ辰吉がこれ置きたいですね、ここで、これ手を出したいですね、そうですね、辰吉とみんな追い込んだよ、対戦になってよ、はい、あ、そうですね、さあ残り15秒、第4ラウンド15秒、あ、ナイス、あ、今聞いた、今聞いた、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 聞いてます、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 あ、聞いてます、聞いてます、懸命にクリンチ、あ、今の聞いてます、聞いてますよ、聞いてます、辰吉チャンス、時間がない、今右ですよ、第4ラウンド時間がない、しかし決定的なポイント10対10、辰吉しましょう。さあ辰吉のいい攻めが見られました。第4ラウンド左から右、これが効きました、抱きつきましたもんね、いい右でしたね、あれですよ、あれはやっぱりもう少し左をですね、ついていくと生きてくるんですね、もっとね、リチャードソンが椅子に腰掛けました。このインターバル、それまでは立っていたリチャードソンでありますが、第4ラウンドから第5ラウンドへのインターバルは腰掛けました。さあダメージがどの程度回復しているか、リチャードソン右のボディブロー、チャンス、辰吉チャンスだ、左リチャードソン余裕ないですね、余裕ありません、辰吉攻める、リチャードソンに余裕がないですか、余裕ないです、はい、リチャードソンリズムに乗ると強いんですけど、リズムに乗れないと辰吉いいですよ、はい、辰吉さんがそのパワーが上回ってますもんね、はい、もう試合前のあの不気味なほどの落ち着きはなくなりました。チャンピオンのグレグ・リチャードソン、この挑戦者やるなってやったのも考えてやるんですけどね、おー、ナイス、辰吉の右が有効です。今左のボディーブローからダブル、このラウンドは一方的に攻めます。この距離は辰吉いいです、はい、この距離はいいです。これまで大阪帝拳から2人の世界チャンピオンが出ました。チャンピオンの足は鈍りました、はい、鈍ってます。辰吉、その2人の先輩渡辺二郎あるいはムグルマタクヤ、
この2人の先輩に続けたばかり3人目の大阪帝拳のチャンピオンを目指します。同時にそれは日本での世界バンタム級チャンピオン3人目ということになります。いい辰吉のワンツーです。ナイスボレー、ナイスボレー。素晴らしい試合を展開しています。辰吉いいですよ。はい、いい、さあチャンス、ナイスマッチ、辰吉チャンス。もう一押しやりたいですね。行きたいですね。徹底的にロープに詰めたいですね。はい、目の下をちょっと気にしています。チャンピオンのグレグ・リチャードソン、リチャードソンに左合わせました。クリンチされても打つことで胸、さあここだ。チャンピオン左のボディーブローも効いています。あ、チャンピオン鈍りましたよ。鈍ってますよチャンピオン、はい、でも足も鈍ってますか。鈍ってます、鈍ってます、あのカーストがうまいんですよね。ウィビング来てバックスリーしてこう ねセーバックしてですね、はい、見た目はちょっと当たってるなと思ってパンチを殺してるんですよね。そうなるとこういう時にはですね、はい、あの26年前にファイティング原田さんが見せた、はい、いわゆるですね、恐怖の風車ですか、ああいうダッシュパワーが、欲しいですね。もうこれは絶対もう達也君それ欲しいですね、はい、もう相手もそんなにないと思いますよね、はい、だから冬に入っていくと怖いだけだってね、ここでちょっと追い上げてもらいたいですね、うん。浜田さん、距離を詰めちゃえば怖くはないでしょう。怖くないです、リチャードソンの、はい、リチャードソンの、テクニックを殺してます、それとロープに詰めれば、はい、リチャードソン完全に、テクニック知ります。そうですよね、はい、ですから今のような、後ろに下げさせるだけじゃなくてロープに詰めれば、辰吉倒せるチャンスありますよ。まあ、確かに下がるというのは辛いことではあるんですけれども、しかし下がるだけでは有効なダメージを与えられません。第5ラウンド終了、7ラウンドも10対9です。辰吉が取っています。あなたが笑った時、あなたがハッピーな時、私たちはいつもあなたのそばにいる。今日より愉快な明日のために、チームワークで考えている東レグループです。ゲストの掛さん、はい、よくやってますね。気持ちいいぐらいその攻める気持ちっていうのが表に出てますね、うん、なるほど、本当気持ちいいです。あ、それがこういう攻めにつながってるんです ね、はい、そうでしょうね、気持ちがね、はいはい、さあこの後は第6ラウンドと迎えてまいりますが、果たして辰吉、ちょっと右目の下を気にしています。第1ラウンドに打たれた右の目の下です、赤くなっています。試合は第6ラウンド、ワセリンを塗りつけてまいりました。このワセリンは体全体はいけないけれども顔面だけはよろしいというふうに試合前のレフェリーからの注意がありました。グレグ・リチャードソンです。明日さん、はい、挑戦者サイドはね、もう負ける要素はないと言い切りました。あ、そうですか。あとはボディで 100% に乗っていくと、はい、一発を狙うなという指示です。あ、そうですか。明日さん、赤コーナーのチャンピオン陣営はね、落ち着いてはいるんですけどもね、はい、ここに来てね、辰吉の風がぐんぐん上がりましたね、ポイントも取られているし、なんといいボクサーだろうという感じですね、うん、ポイントも認めましたか。はい、はい、で3ラウンドまではね、辰吉にまあ攻めさせておくという表情だったんですが、このラウンドあたりからね、もっと前に出なければという感じに変わってきました、はい、下がっているだけではいけません。チャンピオンのグレッグ・リチャードソン、今リチャードソンを前に出ようとするスタイルではないですね。違いますか。はい、完全に怖がっているとは言い切れませんか。ま、辰吉のパンチの怖さを分かってはいます。分かってはいる、はいはい、しかしまだ自分には自信があるという、まだ今までやっぱ経験が生きてますよね。はあ、そうですか。これまで9年7ヶ月のプロのリング生活であります。対しまして辰吉はちょうどこの9月で2年、丸2年です、プロのキャリア。アマチュアでは19歳にして18歳に対比やり、プロでの KO 率は 83% という辰吉、ここ2戦は世界ランカーと対戦していろいろなことを学びました。このパンチの後のあと一踏み込みやればロープに詰められるはずですよね、はい、ちょっとここのあたりで青コーナーの声援というか指示とですね、辰吉の動きがちょっとアンバランスかなという、かなり青コーナーからはいけいけという声が出ているんですが、ちょっと今度も見てますね、はい、これでやっぱりですね、チャンピオンにペースをつかまれて怖いと思いますけども。そうですか、はい、中間距離になるとチャンピオン、テクニック見せるんですね、はい、
ですから浜田剛さんもあのアデドンドとの最初の試合でタイトルを取った時には一気に相手の懐に飛び込みましたね。そうです、そうすれば相手のテクニックは死んでしまいますから、はい、さあ攻める、ここで攻めたい、青コーナーに追い込んだ、ここであと2つですね、あ足を使います、リチャードさん足を使います、チャンピオン、この辺りがキャリアです。ナイスボディ、ナイスボディ、今のボディいいですよ、いいですよ、いいですよ、もう少しボテ打つと面白いですね。タチヨシミ、ナイスボディ、これが効いてきたら足が止まりますから、さあボディが効いている、ガードが下がった、しかしまとめて右を打ちます、グレグ・リチャードソンです。徹底的にアグレッシブに攻めてはおりますが、リチャードソンも一発二発と返してまいります。そのあたりの判定の基準が非常に難しくなりましたが、このラウンドは10対9原田さん、10対10が浜田さんです。快適さと安全を美しいスタイルで包みました。それは綺麗な才能、ニュースプリンター誕生。とにかく相手を追い込んでいるんではありますが、もう一つ攻めきれません。辰吉丈一郎、このあたりはチャンピオンのうまさを称えたいんですが、このボディブローは効きました。峠を過ぎようとした辰吉、ラウンドの峠を過ぎています。さあ試合は第7ラウンド、前半の半分を終わりました。12回戦制で行われております WBC 世界バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオンの辰吉です。中盤はもう完全にこの辰吉がチャンピオンのお株を奪うようにこの試合をリードしております。ファイティング原田さん、はい、立ち上がりは辰吉、このリチャードソンの左をかなり受けましたけれども、結局それをですね、ものともせずに、自分のボクシングで相手のリズムを崩したのがここまで良かったわけですね。やはり攻撃最大の防御ですよね、はい、非常にあのパンチもないですから、非常に前へ前へ出て攻撃するのがいい結果で、ちょっと打たれました、辰吉打たれた、どうしたんでしょうか。こういうチャンスが怖いんですよね、やっぱりチャンピオンはね、はい、ですからこういった隙は一気に攻めますよね、しかし辰吉はそのパンチは大したことはないという表情で全く動じません。いや、ないと言っても、疲れたところにあれだけ空中だ空洞効きますからね、はい、今回は60ラウンドのスパーリングを消化した挑戦者の辰吉、対しまして150ラウンド余りのスパーリングを消化してこの2度目の防衛戦に臨んできたチャンピオン。先ほどもちょっとご紹介しましたが、オハイオ州といいますとあのジェームス・バスター・ダグラス、タイソンを破ったバスター・ダグラスの生まれ故郷でもあります。辰吉にもそのダグラスの奇跡は起こりうるんだから自分は気を引き締めていかなければいけないと、そう言っておりましたチャンピオン。チラッチラッとあるいはそんな予感かすめているかもしれません。辰吉はここで一気に攻めたいところです。このラウンドはちょっと相手にリードを許しています。あ、やっぱそうですね、正面から辰吉アッパーをもらいました。あ、右アッパー、あっと、あ、体振り、リチャードソン、タツヨシこっちこっちです、こっちこっちです。リチャードソンすごい攻めを見せました。パンチないといってもチャンピオンはノックアウト狙ってないんで、はい、パンチ、あの、KO 率が少ないんですよね。集中打くこと聞きますよ。要するにポイントを取ったらもうその後は無理をしないというのが、そうです、だから KO 勝ちが少ないというボクシングなんですね。そうです、チャンピオンは。あ、ちょっとこのラウンドは打たれています。ですからリチャードソンはどんな苦しい場面になっても常に慌てないですよね、はい、そこのところは経験ですね。辰吉の右の目の下が腫れてきました。今のようにクリンチされても辰吉打つことはいいことです、はい、リチャードソンの目も右の方がちょっと細くなってきました。右の目の下が腫れています。お互いに左のリードパンチが当たっています。今日はまだクリンチ、目立ったクリンチもありません。ローブローという注意もありません。クリーンなボクシングを展開している両選手。おっと、正面からまたもらった、ワンツー。このラウンドはどうでしょう、差がつきました。リチャードソンが取りました。
った。右の林行っちゃった。わー！日本企業の年間休日数は平均 91.8 日。その間、あなたの会社は無人です。社長の皆様、お探し物は安心ではありませんか？情報が増えた成長企業のために、熊平のオーダーメイド金庫室。熊平。第7ラウンドはこのラウンド初めてチャンピオンが決定的なポイントを取ったラウンドでした。ご覧のように右から左の攻めです。休んだんでしょうかね、原田さん。今のラウンド、いや、そうじゃないと思いますね。休む時だったらもう少し部下で上げてもらいたいんですけどね。何かこのチャンピオンのマジックになんかね、トリックに引っかかったような感じがありましたね。こういうふうになってきます。チャンピオン調子、そのペースになってきます、はい、怖いですね。さあ、ここでまた体勢を立て直して自分のリズムに引き戻したい。それと辰吉さん、あれだけ1回から強引に攻めると疲れることは確かに疲れるんですよ。ああ、そうですか、はい、そうですね。自分で焼きに攻めるといいですよね、やっぱりね、はい、どうしてもね、待ってるとやっぱり打たれると思いますけども。芦田さん、はい、チャンピオン陣営ではね、やはり第1ラウンドから放ってきた左のジャブが徐々に効いてきたと見ていますね。ははー、したがって一気に攻めれば KO もあるという感じなんですが、あくまでもやはり左ジャブを中心に攻めていこう、これですね、はい、これは邪魔ですね、またちょっとね、もらうようになりましたね。またあれを当たるようだと困るんですよね、打たせないでいかないと、はい、チャンピオン乗ってきますからね、はい、そうしますと。芦田さん、芦田さん、はい、朝鮮人陣営はね、はい、長田さん、まだね、ボクシングをしようとしてるって言うんですね。辰吉がかわして打つことを考えるなと、相手があれだけボディを嫌がってるんだから、もう、はい、ボディ一本でいけと、もうそれしか言っていません。なるほど。そういえば浜田剛さん、はい、2月のですね、はい、初めての世界ランカーとの試合のあの東レス戦でもですね、はい、前半は左をもらったんだけれども、はい、終盤に入って辰吉が素晴らしい試合しましたもんね。そうですね。ですから辰吉は苦しくなってもあれだけのパンチ持ってますからね、だからここで一発じゃなくて3発4発打てると面白いんですよね。辰吉も連打が欲しい、そうですね、はい、打ってくるときに相手もやっぱり下がりますからね、はい、左辰吉さん右ショートアッパー聞いた、チャンピオンも疲れてます。辰吉チャンス、ナイスアッパー。辰吉ボディーブローが効いている、ボディーブローが効いている、これはいけない、足を引っ掛けた、頭がぶつかった、その後頭がぶつかった。まあ、タッチも疲れてるんですけど、かかりました、はい、リチャードソンも効いてますよ、効いてますよね、ナイスボディ。あれは当たらなくても嫌なもんですからね、はい、さあ辰吉の肋骨砕きのあのボディーブローがここで連打しちゃう、効いてます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 、辰吉攻めた、効いてます、効いてます、効いてます、ロープに釘付けにすることですね。ここでくっついてはいけません、辰吉今日出しやがっています。ボディブロー、今のボディはあのブロックされていますが、ダリー消えた、これは消えた、勝吉チャンス、勝吉さん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 、左のボディ、あー、ナイスボディ、ボディブローが嫌がってますよ。時間は10秒、もう一発、左のボディ、ナイスボディ、当たらなくても嫌なもんです、あれは。辰吉も口を開けて苦しそうです、苦しそうですが打ち抜きました、10対9。このラウンド辰吉が取っています。84からボディシャンプー出ました。汗や体の匂いを防いできめ細かい泡立ち、しかも洗い上がりさっぱり、大胆少女の出来上がり、84ボディシャンプー新発売。さあ辰吉が素晴らしい攻めを見せました。第8ラウンド完全にグロッキーになりました。チャンピオンのリチャードソン、さあこの次のラウンドは行かなきゃいけないですね。そうですね、この回はもう行ってもらって、もう、はい、チャンピオンに対してそのだけの強力なパンチないと思いますよね、はい、もうこれ手に振りです、最初から抱きついてました、もうダメです、リチャードソン疲れました、これはチャンスです、疲れてます、立吉チャンス、
このラウンド仕留めたい。足田さん、ボイシレーが出てます。ゴーサイン、青コーナーからゴーサイン、行くしかありません。休んではいけない辰吉、狙ってますね。狙っちゃいけないですよね。狙っちゃいけない、はい。ここの距離じゃなくてもっと詰めることです。狙ってる感じですよね、一発を。あっと狙っちゃった。しかし足元はふらついています。ナイス。チャンピオンの足元はもうふらついています。チャンス、チャンス、聞いてます。細かく見てさあ辰吉、あーなこで日本で3人目バッタム級のチャンピオン誕生間近か。あーなこリチャードソン、プリシーですよ。史上最短記録8戦目で世界チャンピオンなるか。チャンピオンを動きを止めました。動きを止めている辰吉、もう足は完全に止まった。狙い通りだ。リチャー辰吉も苦しいでしょうけど、もっと詰めることです。距離を詰めることです。辰吉のボディーブローが欲しいんですが、これは狙いすぎか。右、リチャードソン右、まだこういう力があります。チャンピオンのリチャードソン、2月にタイトルを取り、5月に初防衛に成功。これが2度目の防衛戦、しかし苦しい防衛戦だ。チャンピオンのリチャードソン、効いた。ナイスチャンス。ボディーブローが効いた。リチャードソンに鈍りました。ナイスパーチャンス、チャンスですね。追い込みたいですね。ナイスマッチ。そう、ナイスマッ。まだ1分10秒あります。第9ラウンド、まだ1分以上あります。懸命に足を使います。懸命に強気なところを見せます。グレグ・リチャードソン、チャンピオン。リチャードソン、余裕なくなりました。ないですね。余裕なくなりました。完全にありません。はい、もうこうなりますと本当に辰吉の独断ゾーンになりました。もうパンチもないですよね。ないですね。見て、見て、見て、苦しい。チャンピオン苦しい。よし、もう一つです。ああ、聞いてます、聞いてます。辰吉チャンス、聞いてます。辰吉チャンス、行くのはここしかない。辰吉残り10秒になります。第9ラウンド、ダウンを奪うことができないか。挑戦者の辰吉、ナイスボディ。ここで第9ラウンド終了、10対9。辰吉取りました。荷物が重い。1976年黒猫は宅急便を作った。スキーがしたい。そこでスキー宅急便を作った。ゴルフがしたい。そこでゴルフ宅急便を作った。おいしいお魚が食べたい。そこでクール宅急便を作った。それからまだあるの？日本のわがまま運びます。黒猫ヤマトの宅急便。さあ残りは3ラウンドになりました。第9ラウンド終わって放送席の採点では2ポイントから3ポイント右側の辰吉がリードをしています。公式のジャッジペーパーはどうなっているでしょうか。向こう側が島田トレーナーです。右側が大久保トレーナーです。試合は第10ラウンド、森口市民体育館、この大歓声です。芦田さん、はい、日本の新聞記者の皆さんもね、2ポイントから3ポイント辰吉リードと、やはりそうですか、こういうふうにここまで読んでますね、はい。リチャードソンはもう状態だけで原田さん打ってますからね。そうですね、腰が入ってませんよね。入ってませんね、はい、だからここ本当辰吉君に行ってもらいたいんですよね、うん、はい。芦澤さん、はい、そのチャンピオンのリチャードソンなんですけどもね、先ほどのインターバルでねもらった水をそのまま飲んでしまいましたね。あ、相当やはり苦しいですね。来てるようですね、はい。芦澤さん、はい、挑戦者サイドは逆にね水を飲ませろということで辰吉に水を飲ませました。あ、そうですか、はい、かなりの汗が出ておりますのでもちろん脱水を警戒したんでしょう。まあ、辰吉は少々水飲んだ方がいいでしょうね、はい。あ、リチャードソン疲れましたね。もう追う足もなければね、使う足もないしません、はい、下がる足も鈍くなりました。フットワークは全く消え去りました。
リチャードソンの左です。また左です。おっとこれを食ってはいけません。辰吉ワンツー不用意にもらいました。辰吉次のお返しです。こういう風にお返しをしておけばまずイーブンに戻します。そして辰吉が攻めればこのラウンドも取れます。しかしラウンドでポイントを取るよりもやっぱりねこれだけ痛めてるんですから相手を。そうですね、手段惜しいですね。惜しいですね、それにはもう数よりで狙われないようにですね、はい、やはりあのコンビネーションか連打ですね、はい、さあワンツーだ。辰吉が左の構えを見せました。ボディーブローの構えです。これは懸命して懸命にあの右のチャンスに、はい、チャンスに聞いてます聞いてます。今のボディ聞きましたよ。うまく左で釣っておいて右を送りました。ここで戦車の辰吉フリンジ腕を振りほどいて腕をもっと効果あります。リチャードソン完全に動きがない。リチャードソンのテクニックは知りましたね。そうですね、はい、あれほどまでに素晴らしいステップワークを見せたあの公開練習が全く夢のよう嘘のようであります。それだけ辰吉のボディーブロー強打が爆発、見事な試合です。精神力でも負けてないですね辰吉は、はい、まあ辰吉はですねあのガードが低いということを何度も新聞記者の皆さんから指摘されて、自分はそんなことはないんだ、自分のパンチが出やすいんだからガードを下げているんだということで反論しておりました。今日はまあ多少打たれていますけれどもやはり自分の持ち味を生かして打ってますからね。それをやっぱりあの上回ってますね、はい、記録でね。そうですね、はい、強打という辰吉の持ち味を遺憾なく発揮しています。残り10秒になりました第10ラウンド。あーなさんあー聞いた、さあダウン取ってもいい、ダウン取ってもいい、聞いた聞いた、あーっとゴンが聞こえません、ゴンが聞こえません、レフェリーがゴンが聞こえない、レフェリーがゴンが聞こえませんでした。第10ラウンド終了です。残すは2ラウンド。リチャードソン疲れた、辰吉このラウンドも取りました。いや フォークリフトも進化している。フォークリフト未来系タフ&ヒューマン、トヨタ G300 誕生。さあ辰吉の猛攻です。第10ラウンドも決定的なポイントを取りました。おっとそこだ、おっとおっとおっと、立ち上がりません、試合終了。辰吉やりました、新チャンピオン誕生。辰吉が世界でただ一人の男一番になりました。お父さんの久米地さん見ていますね。やりましたね、丈一郎恩返しをしました、見事にやりました。第10ラウンド終了、辰吉やりました。日本ボクシング史上キャリア最短記録を達成、デビュー8戦目の世界チャンピオンです。具志堅用高さん、そしてあの井岡弘樹選手を上回る8戦目のチャンピオン誕生。そしてファイティング原田さんの後継者が生まれました。素晴らしい試合でした ね、はい、本当に素晴らしかったですね。さあ嬉しい認定賞の授与です。泣いています、辰吉の目から涙がこぼれます。ドロー大阪に行くレジが1回目に入ったので勝利を得たので、これに完全たるに勝利外団法人日本のコミッション、コミッションの穂坂誠、おめでとう。グレッグ・リチャードさんのこの表情をご覧ください。完全に戦意喪失、そして認定賞に続きまして主催3社を代表して読売テレビの後藤田スポーツ局長から勝利者賞トロフィーが贈られます。
辰吉選手に勝利者賞トロフィーが後藤田読売テレビスポーツ局長から贈られます。おっと重くてこれがやはり効いているんですね。放送席放送席、はい、そして会場の皆さん、辰吉選手のインタビューをします。辰吉さん、なにわのジョーがついに世界のジョーになりましたね。はい、この吉井会長とあのプロモーターの皆さんと関係者の必死の努力で僕はこういう舞台で立てれて、それでもうそういうに期待に応えただけでも十分です。お父さん岡山で見てますよ。あ、やったで。それでは辰吉さん、会場の皆さんに一言お願いします。これだけのファンです。今日もどうもありがとうございました。これからもまた一生懸命頑張りますので応援お願いします。辰吉選手でした。日本で3人目の世界バンタム級チャンピオン、ファイティング原田、ムグルマ拓也、同門先輩のムグルマ選手に次いで3人目、そして日本ではこれで30人目の世界チャンピオン誕生です。グレーグ・リチャードソン、あの試合前の面影は全くありません。10回終了、テクニカルナックアウト。これから辰吉選手にはこのリングサイド放送席に来てもらおうと思いますが、興奮のるつぼと化しておりますこの森口市民体育館。さあ混雑しておりますが、辰吉選手がこの放送席に来てくれます。いや、おめでとうございました。おめでとう、おめでとう、おめでとう。どうもおめでとうございました。じゃあ改めてファイティング原田さん、いや、おめでとうございます。非常に素晴らしい冷静だったね、本当にね。おめでとう。ありがとうございます。浜田剛さん、ご苦労さん。これからお前に出たな、はい。それではここでコマーシャルをご覧いただいた後、試合を振り返ってみようと思います。ねえアーノルド君、アメリカにもたこ焼きあんの？たこ焼き？たこ焼き、私の仲間に入れてえな、これ。よし、ジェンジェン、ボイボイ。アリナミン V トリンク、武田、大丈夫、ボイ。それでは最終ラウンドになりました。第10ラウンドの猛攻をご覧いただきましょう。さあこのラウンドが終わって、チャンピオン自身はですね、リチャードソン、このあと立ってくる、来ないんじゃないかという気持ちありました？いや、次のラウンドからもうあと2ラウンドかそこらしかなかったと思いましたから、ね、反撃に来ると思ってましたから、もうそれなりの準備はできてました。反撃に来ると思っていた、はい。まだ向こうにはそれだけの力があると読んでいた、言うんじゃなくて、やっぱり最終はもう最終ラウンドというかね、近づくにつれてやっぱりチャンピオンですからね、ポイント取りに来るやろうというのは分かってましたから、そこまで考えていましたか、はい。このあたりが原田さん、はい、辰吉は波じゃないですね。そうですね、非常に冷静だったです ね、 そうですね。僕はね、うん、逆にですね、もう気負ってですね、ペースとしてチャンピオンうまくジャブでね、避けて狂っちゃうんじゃないかと思ったんですけど、自分の冷静なペースでね、本当に攻撃が最大の武器じゃないけど、先へ先へと打っていったことですから、良かったですね。そうですね、はい。それとね、最初立ち上がりはね、おっとちょっと左をもらうなっていうことを浜田さんと心配してたんですけれども、あれはもう計算済みだった。
予想以上に速かったです、ね、速いよりかわしにくかったです、左モーションがなかったから。浜田さん、やっぱりそういうことがあったんですね。やっぱあるんですね。ですけど、うん、ああいう状態でこれだけ冷静に考えられるっていうのはやっぱり普通じゃできないですね。ここに大久保トレーナーにも来てもらいましたけれども、はい、ようやく苦労が実りましたね。ありがとうございます。皆さんおかげです。今日の辰吉コーナーで見ていてどうでしたか。いやもうトレーニング勝ってうまくいきましたんで、もう今日はもう辰吉を信じてました。何も心配してませんでした。あ、そうですか。途中でねセコンドの大久保さんあたりがもっといけもっといけっていうラウンドもあったようですけれども、そのあたりはちょっとやきもきしましたか。いえ、やってくれると信じてました。あ、はい、大したやつです。そうですね、途中でね、はい、苦しい、疲れた、疲れたっていうのは禁句なんですけどもね、達成者にとってはそういう気持ちになったことはなかった今日の試合では。いやもうそういうことでもやっぱ僕がしんどくて痛い分向こうも一緒ですから、うん、あとはもうハートの問題で、もう命を捨てるような気持ちでいきました。常に新チャンピオンはねもう後がない気持ちでリングに上がりますと、負けたら引退やからねということをおっしゃってましたけれどもね、そういう気持ちはやっぱり変わらなかった。もうやっぱりこういうチャンスはもう一生に一回もうあるかないか分かりませんからね。まだあるだけほんま幸せもんですから、それをもう手にしたいことだけがもう嬉しい。まあ1週間前あたりからねちょっと疲労がきつすぎて、果たしてこれで疲労が取れるんだろうかとね解説の皆さんとも話していたんですけれども、今だから話せるなんかそのあたりの苦しさみたいなのありました。あの時の疲労は全部3日間辰吉が左の構えを見せました。ずっと1日中寝てましたからもう3日間休養を取りましたんで、もう何もせんと、仕事も何もせんと、ただ家でも横になってるだけで、もうテレビとかも見ないとね、ただ天井を見てもう試合に勝つことだけも考えて、もう自分を信用して3日間休んでました。じゃあ焦りはなかった。そうですね、焦りよりすごい怖かったですね。今ご覧いただいているのが残り1分を切った第10ラウンドですけれども、新チャンピオンにちょっとこのあたりを解説していただきましょうか。爆発、見事な試合です。解説するどころか覚えてないです。あ、そう、もう無意識負けてないですね、達吉は。もう自分で何やってるのか全然分からない。達吉はですね、ガードが低いということ一つ思ったのは、もう向こうにペース取られたらまずい、もうペース取られたらまずい、もうそれしか考えてなかったですから。やっぱりそうですか、もう僕の場合もうキャリアもないし、向こうのが断然もキャリアありますからね。もう向こうにボクシングさせたらもう遊ばれてしまいますから、もうそんなことさせんと、もう隙を与えんと、もうただ何がいったろう。でリチャードソンに対して打ったあの右のボディーブロー、これはやっぱり手応えがありましたでしょう。いや分かんない、当たったかどうかも、肘の方に当たった、上からも打ってましたね、動くからね、ごつい、当たりにくいなと思いましたけど、そうですか。しかしこれで次にこのベルトを手にしました。もう皆さんにおかげですよ、応援してくれて。ほんまにお父さんに恩返しができましたね。父ちゃんやったで、それだけ。これでやっぱりお父さんを呼び戻して一緒に暮らしたいというのは夢なんでしょう。そうですね、だけど向こうも頑固やからなかなか、そういうふうにはならん思いますけど、世界取るより難しいんじゃないですか。そうですか。さあこれでいよいよ今度は防衛戦に向けて明日からまたね、はい、大久保さんあるいは島田さん西原さんと、はい、新しい第一歩を踏み始めなきゃいけないわけですけれどもね、はい、どうですかこれからの計画。もう一緒です、もう死ぬほどもう頑張るだけです。毎回後がないという気持ちで、はい、やっぱりベルトは手放したくないし。そうですよね。芦澤さん、はい、前チャンピオンのリチャードソンは一言、あんなに強いパンチャーだとは思わなかった、私はこれまで対戦してから誰よりもハードパンチャーだと、いいチャンピオンになるだろうと話しています。なるほど。さあそれではファイティング原田さんからそのこれからの新チャンピオンに花向けの言葉をお願いします。
そうですね、僕は取るより防衛は大変だと思うんですね。だからやっぱりそのトレーナーマネージャー会長の言うことを聞いて、これからなお一層の精進努力をしてね、防衛回数を伸ばしてもらいたいと思いますね。頑張ってね。ありがとうございます。浜田剛さん、はい、やはり防衛戦というのね、はい、特に初防衛戦でも大変だと私たち何回も言ってきましたけれども、はい、でも辰吉はですね、試合終わったと同時にこれだけのことを喋るわけですから、一人では今からも同じですとは言ってますけど、いろんなこと考えていると思うんですね。ですから今日はご苦労さんの一言だけです。はい、森口市民体育館から森口市民のこの、新チャンピオンが誕生いたしまして、日本で30人目、そしてバンタム級では原田さんから数えて3人目のチャンピオンになりました。本当におめでとうございました。ほんま皆さんどうもありがとうございました。素晴らしいニュースをお伝えして、この辺で森口市民体育館からお別れいたします。チャンピオンおめでとうございました。ありがとうございました。